オリベッティビルディングスインフランクフルトオリベッティ社のマニフェストオリベッティはイタリアピエモンテ州イブレアでタイプライターの製造・販売会社として創業された会社である。かつては大型コンピューター開発生産事業を行っていた。現在はテレコムイタリアに買収されて参加に入り、主にシステムソリューション事業を運営している。フィアットなどともにイタリアを代表する。 歴史的会社である。現在の本社は、ピエモンテ州トリノにある。タイプライターの製造、販売で成功したオリベッティは、計算機の分野にも進出し、世界初の電動式記録卓上計算機の発売や、大型電子計算機、エレア9003の発表を行ったこともあった。現在の主な生産品目は、以下の通り、エドレソットサスのデザインした。 ポータブルタイプライター、バレンタインミケーレでルッキのデザインしたパソコン、オリベッティエコーズ44から1964年に実施されたイタリア財界の助力によるオリベッティの再研究祭の内容は以下のようなものである。ありがとうございます。